んにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。アナヒコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。机の上に色とりどりの風船がいっぱい置いてあるけど、すごい可愛いでしょ。じゃあアナヒコくんに風船を使ったクイズ。お、画鋲の上に風船を置くと何が起こるかな。いや、割れるでしょ。割れる？割れるに決まってるでしょ、本当に。オッケー、そうだよね。ちょびっくりした。やらなくていいよ、実際分かってるから。やらなくていいって言ってるでしょ。やらなくていいよ、もう。うわ、割れるよね。割れる、割れ、分かってたことだけど。そう、割れたね。ただ、この画鋲の上に風船を置いても割れない方法があるんですよ。本当に？なので、それを今日は確かめようと思います。はい、それではレッツサイエンス。風船を画鋲に押し付けて割らない方法は次の3つのうちどれでしょう。1番、画鋲に油を塗る。2番、画鋲を増やす。3番、画鋲だけに画鋲。え、何してんの。この3つのうちどれでしょうか。まあ、1番の油を塗る、ぬるぬるして割れにくくなりそうだと思うから。そうだよね。そっか、残念。正解は2番の画鋲を増やすです。画鋲を増やす。画鋲を増やすと風船が割れないんですね。いや、だって画鋲を増やしたらさ、針がいっぱい出るからさ、もっと割れやすくなるじゃん。そう思うでしょ、うん、じゃあ実際にやってみましょう。画鋲たくさんあるからすぐ割れちゃうでしょ。いや、大丈夫大丈夫、これだけあればね、うまくいくから見てて。本当に？いくよ。おほら。先生先生、はい、なんで画鋲を敷き詰めると割れないの？それはね、画鋲が一つだと力が一つに集まるので風船が割れてしまいます。画鋲を多くするとその分力が分かれるので風船は割れませんでした。そう、やっぱ画鋲がたくさん置いてあることによって力が分散される、うん、そうなんです。すごい勉強になりました今日も。あと、でも割れないからさ、この風船どうしようかな。この部屋に飾っとこ。当たった。うわ、何すんの、死ぬかと思った。お家ね、みんなもやってみてね。バイバイ。この動画がためになったという友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと、先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。